前回までのあらすじ。リトの村を救ったし、カーン様の生存も確認した。以上。ん？おぉ。新しい飛行訓練とやらを受けてみる。ダメでした。編集が自然すぎてこれが3回目の挑戦だとは思われなかっただろうな。やったらプラマイゼロじゃん。やるわよ。
このあと10回くらい挑戦したけど、この記録を超えることはできませんでした。おじいちゃんまた来るね。今なら心置きなく物資を受け取れるぜ。雪原の馬宿にワープ。ペイン、いるかな？かわいいやつだな。ああ。おお。え？ああ。巨大な魔物？これは、うまくやれば2頭を同時に移して図鑑登録も可能なのでは？ああ、かわいいね。目がいっちゃってんな。はい。おお。おお。はあ。ストーリー進行のヒント的立場なのかな？おお。はあ。はあ。おお。おお。はあ。晴れてて気持ちがいいな。森の馬宿にワープ。多分楽団関係のイベントが進むはず。
ぬぬん。褒められた。おう。お？太陽星様、愛されててよかったね。早速馬なり号を修理していくよ。こよう。まずったな。馬と荷台をくっつけてから話しかけるべきだった。次はちゃんと馬とつなげてから話しかけるよ。安全運転でしょうが。変わんないですね。
橋が高いんだ。しゃマジでホワイトだ。サッパーン。これから音色が増えていくの楽しみだな。はあ、この人はゲルド砂漠にいた人、うん、だとしたらものすごいお引っ越しだ。まあ無双を思うとこのくらいなんじゃないのか。はあ、うん、よっしゃ。はあ、ここも変わらないんだな。まあ、はあ。ということで現段階で強化できるものは全てしました。まあ、はあ、ここにも妖精湧かないかな。雪原の馬宿に帰宅。楽団イベも動きがありそうなので、おお、バイオリンの音色。ややふん、ふい、ふん、ぬう、巨大な魔物って？あ、よし、この案件は後回しにさせてもらいます。あ、ありがとうございます。後回しにさせてもらいます。監視砦にワープ。何か変わってないかな。あらら、すんごいしょんぼりしてるじゃん。次はデスマウンテンに行ってね、という誘導を感じる。ああ。ああ。ああ。うん、ああ。おお。ああ。あ？
これは、空に浮かんでる花の形の、あれ。いや。お。ああ。すぐ行こう。踊りたいなーって、帰りたいなーじゃなくなったんか言われ。そうなんだ。もう会いたかったよ。演出は豪華になっとるんかい。というわけでだいぶ大きくしてもらいました。しばらくは困りそうにないね。洋服の取り扱いが増えてる。そういえば井戸の人、監視砦にいるって言ってた。センサーのことか。下からこんにちは。つらそう。ああ、奥さんで会ってた。であったな。じゃあもうこれでハイラル城行って終わりじゃん。よう、久々。お前もだいぶ便利なところに引っ越してくれたな。すげえ。魚とお話できるのええな。
前作でそんなにお世話にならなかったんだけど、今作ではどうなるか。実質20ルピーで器交換自由自在。それはそれとして奥へ進んでみる。行き止まり。さすが先が長いな。おバカ。ライクがいる方は後回しにしよう。行き止まり。帰ってきた。青い岩。まあ、そうですよね。何で壊せるんだろう？とりあえずこっちを壊そうか。うお、こいつらがいるってことは、どこかに岩ロックがいそうなものだけどな。はいはい、ライク。おお、ありがたくいただきます。
外じゃん。普通に外じゃん。これ以上は今のところなさそう。おとなしく戻って報告するか。よかったね。まさか人を発射するとは思わないよな。そろそろ頑張り大事だと思い始めた。すごい、石板完成してる。はーい。おお。あ、なんか地下で同じようなこと聞いたぞ。気がする。はあ、なるほど。本来のストーリー上ではここで入手に向かうものだったんだ。
サンキュー。うん。はい。一瞬で終わった。そうそう。はい。面白い人たちだよ。これ新しい通貨なんだ。とりあえずダークリンク装備を。ことあるんで。プルアパッド強化は最優先だなぁ。ええ、ひょっ。ああ、うん。ああ。うん。チェッキー。チェッキー。おい、ハーツじゃん。おう。ありがとう。とりあえずリードーさんのいるかかりこ村へ。パラセールに雨が当たる音、いいね。やあ。おう、すげえ。ラウルと、その奥さんソニアとラウルの姉と、ゼルダに仕えてた、人？一気に人物増えて混乱中。ああ。嘘。
ゼルダって歴代の姫につけられる名前でしょ。おお。ゼルダ姫命名の元になった人なのかな。おお。おお。オッケー。キノコの洞窟を永遠探してた眺望台近くの馬宿にワープ。ふっ。すっげえ小鳥集まってたね。おう。本当に小鳥ちゃんたちと話せるのか。どう。一層ってすぐ近くにいるんだよな。のどかでいいな。3人ともビビってるのおもろ。
さあ。まあ。わあ。え？わあ。あ。ふふ、優しいねー。まあ、おこばさん、姫様と一緒に頑張ってたんだな。ありがとう。あ、結婚も秒読みか。それで、あの凶暴台に関してなんですけど、私は思いました。キノコの洞窟なんてないって。素直にあれは真下にある洞窟のことを指していて。つまりは下から通れるウフを使えばいけるのでは、と思った次第です。思いつくべきだった。さて、できることなら果ての村に向かいたい。果ての村どっちだったかな。ここ？とりあえず行こう。気になるもんがいっぱいあるなぁ。
助手の祠って、え？祠どこ？祠なくね？橋が動くんだ。とりあえずこうで。これか。ないよ、岩卵の部分が。なんかある。はっ。向きを変えれるのね。ガチャの時間だー。何が出るかな？何が出るかな？バネ来たー。大砲？まだ使ったことないな。これを持っていったら、おっきな岩卵になりそう。
どうやって、持っていくか。ゾナウギア、でロケットつけてぶっ飛ばせそうだけども。もうちょい何かできないかな。戻れこで対岸のいじれる。もう一回。え、よっ、はっ。宝箱が金箔されている。あれも後で取らないと。というかさ、普通に橋に乗せてさ、橋動かしてさ、これでいいやん。大きくなって。よっしゃ、祝福じゃー。これがどれくらい貴重なものなのか未だにわからん。それじゃあもうちょい周りを見てみよう。金箔されてる宝箱取らなくちゃ。めっちゃ光ってる。
そういえば光り輝く島が、とか聞いたかも。今回はアイテムで味方強化していくんだ。どこ行くねん。地上に向かえと。とりあえず後回し。また宝箱が縛られている。消えた。これあれか、地上に落ちる前に追いつけってことだったのか。あーはいはい、完全に理解した。ふう。さて、本来の目的地オバ。横道にそれます。おお、ゾナウギアがいっぱい。なんかうまいこと使ったら、なんかうまいことできるんだろうな。
私は脳筋なのでこれで行く。ラネイルさん、だっけ？あそこ確か果ての村の近くだったよね。よし、あの眺望台を目指そう。何事なく着いた。何はともあれ果ての研究所を目指すぞ。ここだな。何あの島？鍵？鍵の形してるね。くぐれと？はーん。そういう経過。
今度ね。今度こそ何にも誘惑されず果ての研究所に行ってやるからな。おらー。そして前作の記憶ではこの上にコログがいるよな。嬉しいね。プラプーンかな。懐かしいガーディアン。懐かしいポカポカだけ。よし。ここらセンサーのチュートリアルが優しいな。気球、ちゃんとある。ああ、絶対ここだ。前作何かありそうで何もなかったところに、とうとう祠が。マヤヒシカの祠。おわ、祝福じゃん。ラッチン。今回こそは何か宝石をはめてみよう。
本当に解説が丁寧だな。すぐください。よっしゃ。足跡モード。一番欲しい。ないのおかしいなと思ってたんです。楽勝。嬉しい。ティアキン始まりました。次の優先事項、決まりました。楽勝。チェリーちゃん、こんなに小さくなって？ほう？ああ。おお。へい。ああ。ははちょうど埋めたい欄があったんだ。へい。おお。お宝の写し絵。あと一つがどうしても思い浮かばなくて。しらみつぶしに歩く日々が始まるを。ああ、ゾナニウム鉱石かー。すっぽり抜けてた。かわいい戸だこと。そういえば祠センサーは早速オフにしてます。まだ祠にとらわれず自由に冒険したいので。
ふ、わからん。来たぞー。コッコさんがいっぱいいる。この子は羊を魔物に取られてた子かな。あれか。瓶を取るために適当にイカダを作っているよ。へへ。ふっ。とわプリでもチーズあったなぁ。獣人夫妻のスープ作りで。すげえ。ああ。リンク、罪な男。ああ。ああ。ああ。ピザのレシピ？うわ、食べたい。
か。おう、うん、おう、うん、ふっ、三味かかの祠。スクーカたち。あったな、原作にもこんな祠。電気の仕掛け、初じゃない？よし。む、救えてない。一枚じゃ無理そう。お、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 お。弾を動かせはしたけど、救えてはいない。弾が落ちないようにしないといけない。これなら弾は落ちないはず。多分これ弾救えてないな。
よし。待て、宝箱取ってない。どうせあの玉だらけの中のどっかにある。ちょっと背中すごい裸だったね。白爪新聞社のかわいい。いや、それはおかしくね。あっくん。これ私のものになりますね。
口外は良くない。になっちゃったな。完全転覆したのかな。君のせいじゃないからね、大丈夫よ。リンクの家、どうなってますか？金色の馬。おこば。ですね。ってここゼルダの家になっとんのかい。指紋が先生に。桜田さんは旅に出たんだ。あ？ここ？家ってここ？
俺か。秘密の部屋、どこ？ゼルダ姫はこれを見てどう思ってくれたのかな？から後でね。前作の推しに弱い人だ。はあ。おう。ああ。おう。はあ。こんな風に渡していくのね。広そうな井戸だな。もしかして果ての村の井戸って全部繋がってるタイプだったりするのかな？道案内おじさん。音楽がおもちゃっぽくて可愛い。シモン先生、ここで寝泊まりなんだ。
鐘、鳴らさずにはいられない。指紋を切ろう。は？こりゃまた。特殊なコログだこと。まだ見てない、かな？ライクライクって盾以外も食ってるんだ。捕まったらやっぱ武器か盾か取られるのかな？進んで試したくはないな。いつの間にか雨。あれ、頑張りバッタ頼んできたやつがいない。あ、そうそう、月見さん、月見さん。転売か？お前だよ。そう、万作。お前月見さんは？くら替えかよ。
ないのか。スルーしてたけど青タマンって誰だ？じゃないか。待て、宿屋の夫婦。月見さん結婚したのか、万作以外の男と。そりゃ別の女性に思い馳せるのが正解だわ。同じ流れだよこれ。おう。あ？お？ああ。あ？頑張れよ。下から入らええんやな、3月。子供か。えらいぞ。モデルハウス的なやつなのかな。ここに入ればいいんやな。
ついでに父も取って。違うね。違うね。スタンプで印つけてから上がればいいんだ。おっちゃま。なんだ、素直になれないんやな。ああ、ねえ、奥さん。BGM 不穏だけど気にしないでね。まあ。ああ。本当だよねー。という感じで今回はここまで。体力が続けば続きます。